お手合わせお願いします。お前たち、ボスが参加してくださるぞ。ボス、よろしくお願いします。敵地で最も重要なのは状況の把握だ。どこを見るか、いかに早く目標を発見するかが生死を分ける。そのためにまず中視点の移動を体得するんだ。中視点の移動にはイースティックを使え。今から私の指示した方向を見るんだ。上を見ろ。よし、下を見ろ。よし、中視点の移動、上下の操作はこれでいいな。問題なければアクションボタンを押すんだ。これで決定する。よし、次、左右の確認を行う。右を見ろ。よし、左を見ろ。よし、中視点の移動、左右の操作はこれでいいな。問題なければアクションボタンを押すんだ。では、これで決定する。操作方法はオプションでいつでも変えることができる。自分に最も馴染む方法を選べ。次に姿勢変更の方法を説明する。敵を目前に棒立ちしているなど自殺行為だ。敵に見つからないように時には姿勢を低くする必要がある。姿勢の種類は立ち、しゃがみ、歩幅の3つ。姿勢の変更にはしゃがみボタンを使う。しゃがみボタンを短く押すと立ちとしゃがみに姿勢が変化する。それぞれの姿勢で移動も可能だ。しゃがみボタンを長く押すと押している間は歩幅する。ただし歩幅している間は移動することができない。繰り返す。歩幅中に移動はできない。注意しろ。よし、次に移動方法の確認だ。移動には左スティックを使う。少し入力すればゆっくり歩き、多く入力すれば速く走る。状況によって使い分けるんだ。走っているときは足音も大きい。敵に見つかりやすくなるから注意しろ。よし、では次にローリングの訓練だ。ローリングは前方の邪魔な敵をなぎ払う。敵に囲まれて突破が困難なときに役立つだろう。しかもローリングは小さな溝や障害物を飛び越えることもできる。ローリングするには走りながらしゃがみボタンを押せ。いいな、走りながらしゃがみボタンを押す。よく覚えておけ。いいぞ。よし、では打撃攻撃について説明する。とっさに敵に遭遇したとき、武器を持っていないとき、弾切れを起こしたときなどに役に立つ。この攻撃が正確に決まればどんな相手でも立っていられないだろう。打撃攻撃は移動せずに攻撃ボタンだ。では私の号令で攻撃ボタンを続けて押し、相手を倒せ。始め。お願いします、ボス。お見事でした。次にスタンロッドの訓練を行う。スタンロッドを突き出すと150万ボルトの電流が放出される。接触した相手はたまらず気を失うだろう。スタンロッドを使用するには構えボタンを押して、スタンロッドを構えながら攻撃ボタンを押せ。訓練にはモギロッドを使用する。モギロッドで疲れた方はその効果を自己申告しろ。ではスタンロッド攻撃訓練用意、始め。ボス、お願いします。ビリビリビリ。ボス、お見事でした。では、CQC の訓練に移る。 C
CQC クロスクォーターズコンバットとは近接戦闘術のことを指す。目前の敵を手際よく排除するのに有効だ。 CQC には様々な種類がある。それを一つずつ体得してもらう。慣れているからといって甘く見るな。これまでとは勝手が違うだろう。初心に帰ったつもりで取り組んでくれ。まずは相手を掴んですぐ投げる方法だ。掴んですぐ投げるには相手の近くで左スティックを入力しながら攻撃ボタンだ。アイコンが出ているタイミングを狙うんだ。では私の号令で相手を投げてみろ。始め。ボス、お願いします。見事です、ボス。次に近くの相手を拘束する方法を教える。これは CQC の基礎だ。相手を拘束するとそいつの運命はお前の手に落ちる。そこからどうするもお前の自由だ。ただし長時間拘束していると大概の相手は気絶してしまうだろう。気をつけてくれ。では始めよう。相手を拘束するには相手の近くで攻撃ボタンを長く押す。私の号令に合わせて相手を拘束しろ。始め。ボス、お願いします。見事です、ボス。では次に拘束した相手を投げる。拘束した相手を投げ飛ばすには拘束中に左スティックを入力するんだ。私の号令に合わせ相手を拘束、投げ飛ばせ。始め。ボス、お願いします。あれ、ボス、違うのでは。ボス、違うのでは。見事です、ボス。では複数の敵を相手にした CQC に移る。 CQC で拘束した相手を他の敵にぶつけると一度に多くの敵を片付けることができる。相手の近くで攻撃ボタンを押して相手を拘束。拘束中に左スティックを入力して相手を投げ飛ばす。この時他の敵に向けて左スティックを入力するとその方向に相手を投げ飛ばすことができる。では号令に合わせ相手を拘束、投げ飛ばすんだ。始め。お願いします、ボス。次、ボス、違うのでは。次、ボス、お見事でした。もう一回。始め。お願いします、ボス。すごい。よし、今日はボスが参加してくださっている。根性を叩き直してもらいたい奴は前に出ろ。ボス、本気でお願いします。複数の相手がそばにいるときは次々と他の敵を相手にしなければならない。相手を投げ飛ばすとき、さらに攻撃ボタンを押すんだ。アイコンが出ているタイミングを狙え。始め。お願いします、ボス。ボス、アイコンが出ているときに攻撃ボタンを押すんです。すごい。もう一回。始め。お願いします、ボス。ボス、お見事でした。やべえ、今日はここまでだ。ボス、ありがとうございました。スネーク。どうした、カズ。客人だ。撤収か。
心配いらない。奴らじゃない、俺が連れてきた。尾行もない。ありがとうございました、ビッグボス。スネークでいい。すいませんでした、勝利のボス。いいか、俺たちに勝利はない。勝利か、さもなければ死しかない。俺たちにはそのどちらも許されない。お、ありがとう。生き返る。やはりコスタリカコーヒーはうまい。で、コスタリカ政府のお偉い先生がこのコロンビアに何の用だ。コスタリカ国連平和大学のガルベス教授だ。実は1年ほど前からコスタリカで武装集団を見かけるようになりました。もちろん正規軍ではありません。コスタリカは軍隊を持たない。ねえ、憲法12条、常設の組織としての軍隊はこれを禁止する。平和憲法。ニカラグアから逃れてきた反政府組織じゃないのか。いやいや、ゲリラには見えません。もっと組織的です。コスタリカ政府は何と。政府の見解では、コスタリカ開発公社に雇われた多国籍企業の警備員だと。もちろんデタラメです。彼らは最新鋭の兵器や設備を大量に運び込んでいます。どこからそんな資金が。おそらくラシーアが関与しています。CIA。 ご存知の通り、中南米はアメリカ合衆国の裏庭。キューバ危機以降もアメリカ合衆国との繊細なバランスを何とか保っています。だから政府は奴らを追っ払えないと。私たちは銃を握ることはできません。日本にも平和憲法といわれる第9条がある。軍隊を保持しない戦争の放棄だ。あなた方は国家や思想によらず、どんな相手とも戦うと伺っています。お願いです、軍隊を持たないコスタリカから彼らを追い出してほしいのです。あなた方、国境なき軍隊に。俺たちを雇いたいということか。はい、あなた方に抑止力となっていただきたい。報酬は十分とは言えません。ですが、あなた方の前線基地としてカリブ海沖にある洋上プラントを提供できます。いいじゃないか、ここもヤバくなってきたところだ。スネーク、俺たちには落ち着ける場所が必要だ。非公式ではありますが、政府の協力を取り付けました。できれば移動用にヘリがいるな。掛け合いましょう。待て、俺たちを戦争の犬たちか何かと勘違いしてるようだな。いい、私はそう聞きました。国家に帰属しない軍隊だと。俺たちは国を捨てただけだ。お願いします、助けてください。いいか、奴らが絡んでるなら力では無理だ。政治で解決するしかない。国は動けないのです。帰って政府のお偉方に伝えろ。知り合いのネゴシエーターなら紹介してやると。いえ、私は政府の代行で来たわけではありません。じゃあ何のために。私は大学で数十年にわたって平和を説いてきました。今夜ここには教育者として来たのです。私の教え子です。大学で平和について学んでいます。名前はパス・オルテガ。ラパス。
へえ、俺と同じ名前だな。俺は和平、日本語で平和って意味だ。よろしくパス、カズって呼んでくれ。カリブ海の沿岸プエルトリモンの北に彼らの資材搬入港があります。数日前、パスは行方不明の友人を探してその施設に踏み込んでしまった。そして彼らに捕まったのです。パスは16歳のまだ子供です。彼女は乱暴され、なんとか自力で逃げ出してきました。ひどいな。彼女はバスタードなんです。幼くして母親を亡くし、祖父母も内戦で。彼女は戦争を憎んでいます、人一倍。私の名前はラ・パス。私は平和を守り抜く。私はそのために生かされている。お願い、私の国コスタリカからあいつらを追い出して。悪いが、あなたをビッグボスと知っての頼みだ。こちらミラー、スネーク、聞こえるか？無事上陸したな。俺たちにとって大いなる一歩だ。この音声通信は洋上プラントにある俺たちのマザーベースから発信している。通信は単一方向だ。指示やアドバイスはこれで行う。イヤホンを外すな、聞き逃さないでくれ。だが音漏れにも注意だ。スネーク、操作は大丈夫か？ここで肩慣らしをしておこう。移動には左スティックを使うんだ。視点変更は右スティックだ。設定の変更にはスタートボタンを押してメニューを開く。誰もいないし、射撃訓練に持ってこいだ。好きなものを撃ってみるといい。武器選択は R2 ボタンを押しながら四角ボタン、丸ボタンだ。武器を構えるには L1 ボタン、武器を使うには構えた状態で R1 ボタンだ。射撃訓練といこう。ヤシの実を撃ってみろ。装備品選択は L2 ボタンを押しながら四角ボタン、丸ボタンだ。マップの確認にはスタートボタンを押してメニューを開くんだ。 M16 はアサルトライフル、連射が可能だ。